はい、道山です。ここでは中学生のお小遣いはいくら、平均金額や使い道などについて解説していきたいと思います。まあ、中学生のお小遣いの、金額、これはですね、すごく悩むところだと思います。で、実際に周りの子たちはどれぐらいもらっているのかっていう話とか、あとはお父さんお母さんたちであれば、じゃあ実際にそれを使ってですね、どのように決めていったらいいのかっていうようなね、そんなお話とか、あとは使い道とかですね、こういったようなお話をしていこうと思います。一度ですね、あなた自身の状態と見比べて、ちょっとチェックしていただけるといいかと思います。はい、まずですね、平均金額はいくらということで、実際に世の中の子たちってどれぐらいもらっているのかっていうデータですね。一応中学2年生の場合、毎月2000円前後ぐらいというふうに、言われています。まあ1年生だったら1000円前後、3年生だったら3000円前後ぐらいで、まあ大体学年に応じてこう1000円ずつ上がっていくみたいな感じですね。で、ただこれはあくまでも平均で、例えば住んでいる場所、都市部なのか地方なのか、こういったところによっても変わってきます。まあなのであくまでもね平均の金額というふうになります。で、プラス実はですね、見えない見えない、お小遣いっていうのがあってですね、これが携帯代と、まずボーナスってやつなんですね。携帯代っていうのは、まあ文字通り、もしあなたが、お小遣いプラス、携帯をね、親に払ってもらってたとしたら、これが毎月やっぱり5000円から1万円くらいかかってるんですね。だからこれも実質お小遣いに入ってきます。で、あとボーナスっていうのは何かっていうと、例えば、急遽ですね、なんか、修学旅行で服が必要になったと。その時にお小遣いだけじゃ買えないと思うので、まあお父さんお母さんにちょっとお願いしてね、服代をもらうと思うんですよね。で、こういうのをボーナスというふうに言います。で、こういう金額とかもいろいろあるので、すべて合わせると、だいたい平均で毎月1万円ぐらいは、子供たちはもらっているのかなと思います。まあこれがね、多いのか少ないのか、まあ人によってね、捉え方は人それぞれですが、まあ私自身は結構多いなと思いました。結構今ね、世の中のサラリーマンの方たちでも、毎月ね、2万円とか3万円とか、まあひどいというかね、少ない方だと1万円ぐらいでやってる方も いるので、それ考えると結構ね、子供たちお金もらってるなっていうのが僕の印象です。はい。で、お父さんお母さんたちであれば、まあ今の金額を目安に、まああんまり上げすぎも良くないですし、少なすぎも良くないので、決めていくといいかと思います。じゃあ使い道って何かっていうとですね、これもいろいろ人によって違うんですけど、大抵ですね、お菓子を買ったり、ゲームを買ったり、あと最近多いのは課金ですね。なんかアプリの課金とか、スタンプ、LINE でスタンプを買ったりとか、ゲームの課金とか、あとは、なんか音楽とかのダウンロード代とか、まあこういうのに使ってる子とか、あとは、漫画。これもやっぱり多いですね。少年ジャンプとかね、そういうのを買ったりとか。あとはグッズ。これはね、なんかアニメのキャラクターのグッズを買ったりとか。まあこういったのに使ってる子が多いかなと思います。まあもしね、よかったら、この動画の下にコメント欄あるので、そちらにですね、あなた自身は今何をね、お小遣いで買ってるのかっていうのもね、書いていただけると、嬉しく思います。で、あと、もらえないときどうしたらいいのかって話なんですけど、これはですね、一つおすすめの方法があって、テストの点数で交渉するっていうのがね、いいかなと思います。まあね、お父さんお母さんたちっていうのは、やっぱりね、子供のテストの点数が上がったら、これは嬉しいんですね。なので、じゃあ、例えば、テストの点数もし何点上がったら、ちょっと欲しいものあるからお小遣いちょうだいっていうような感じでね、交渉してみると、案外、じゃあいいよって言ってくれるお父さんお母さんもいると思うので、一度この方法でね、お小遣いもらえないか交渉してみてください。はい、ということでね、他にも作ってほしい動画、感想、質問などあったら、ぜひね、コメント欄の方に書いていただければと思います。あとね、あなた自身が今何年生で、毎月お小遣いどれぐらいもらってるかっていうのもね、よかったらコメント欄に書いていただけると、大変参考になります。